はい、次に青柳陽一郎君。青柳君、はい、おはようございます。あ、ごめんなさい、おはようございます。民進党の青柳陽一郎でございます。本日は、決算行政監視会で、40分の時間をいただきました。ありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。まず私も、すいません、大変失礼しました。私もまず冒頭森友問題に、まあ、一点、触れざるを得ません。いろいろな論点やですね、登場人物がいるんですけれども、今日は一点だけ、伺ってまいります。麻生大臣はこれまでの国会答弁でですね、まあ、この国有地の売却払い下げについては手続きには問題ないと、法的にも問題ないと、文書管理についても問題ないと、まあ、ずっと答弁されてきておりますけれども、まあ、我々、やっぱり週末地元に帰るとですね、この件関心がやっぱりどうしても高いんですね。でいろんなことを聞かれますが、まあ、やっぱり麻生大臣がいくら法的に問題がないと言ってても、地元に帰るとやっぱり多くの、まあ、有権者の方はですね、これはいくらなんでも不自然じゃないかと、不透明じゃないかと、不公平じゃないかという意見がとても多いですし、まあ、我々もそれをうまく説明することができない。だからこの問題は、まあ、いくら法的に問題ないという説明をずっと通してもですね、まあ、国民の多くの有権者の納得が得られない、納得責任を果たさないといけないんだろうと、そういうことが問われているんだろうと思います。で麻生、まあ、財務大臣はですね、まあ、副総理でもありますし、それから、まあ、今の巨大与党の大幹部なので、まあ、この国民の関心の高い森友学園問題ですね、特にこの土地の売却、払い下げについて、まあ、どうしてですね、多くの国民が納得していないとお考えになっておりますか。そしてどうすればこの問題が収束すると考えられるか、あるいはもう大臣はこの件終わっていると思いますか。そのご見解、ご所見について一点伺いたいと思います。麻生財務大臣。これは青柳先生、法律的にはもう何回も申し上げているように、これは終わっております。ただ今言われますように、納得してないって言われるとね、それは世の中いっぱいありますんで、法律的にはあっても納得できないって話は、これ世の中何もこの話以外にも他にもいっぱいありますから、だから なんで俺が落ちたか納得できないって人もいらっしゃいますから、それはなかなかいろいろあるんですよ。だからそれはなかなか難しいんだと思いますけれども、少なくともこの中でなんで安くなったかっていうことを説明するってところは、やっぱり埋設物っていうのが出てくると、売った後地下から埋設物が出てきて、その埋設物の撤去する費用が売った金より高くなった。他にもありますから、確かそういう例が。そうすると後で国としては、売ったはいいけどさらにお金払わないかんというようなことになりかねんというんで、埋設物があったと分かった段階で、その段階でじゃあこれまででということで、まあ話を決めさせてもらった額というのが一番なんですけど、その埋設物の内容がいい加減だったんじゃないかとかいう話が多分いっぱい出てきているんだと思いますけれども、それは理屈としては分からんことはありませんけど、じゃあその買った人はその埋設物を除去してないじゃないかとか、いろいろ話があるんだと思いますが、除去されなかった場合はその土地は除去しない値段ですから、やっぱり高くはならんということだと思いますので、誰も得した人はいないんじゃないかという感じがしますので、法律的な話ではなくて、そこらの点は除去されないでその分だけこうしポケットに入れたんじゃないかという話になっても、それはまだ払ってませんから、そういった意味ではそこのところは、その土地はご自分で今度始末されることになりますので、ご自分でどこかに売却するんだということになった場合、今度その値段でしか売れないということになるだろう、常識的にはそうだと思いますので、そこらのところはそういう点をちょっとなかなか説明された方がこれまでおられないように思いますので、きちんと説明をされてしかるべきなんじゃないのかなと思わないでもありませんけど、ただこれ我が国が説明することがないという感じがしないでもありません。青柳君。
私は、そういう一つ一つの、埋設物の話するんであれば、また他にもいろんな論点出てきてしまうんですけど、どうやったら収束すると思われますか。麻生財務大臣。これはちょっとどうやってっていうのは、これは受け取る人の感情論の話ですから、なんとなくそこにおられる方より周りの方々の方がいられたり、豊中の方がどう言っておられるのか、豊中の周辺の方がどう言っておられるのか、大阪の人がどう言っておられるのか、もう結構と知ってるのいっぱいいますから、なかなか人によって反応が違いますね。ちょっと一概にはなかなか申し上げられんかなという感じがします。安倍君。私はもう関係者全員呼んでですね、同時に、そして、証人喚問でも参考人でもいいですけど、同じ場に同時に呼んでですね、それはもう大臣なり総理がここで終わらそうと言えばもう終わるんじゃないかと私は思いますんで、どうしても何か隠してるんじゃないかとかですね、あまり積極的に解明する姿勢が見られないんで、関心がどんどん、そもそもスタート時点がそうだったんだろうと思いますよ。だからいろんな登場人物が後から出てきて、拡大再生産されてしまったんじゃないかなと思います。他の委員会でもですね、この森友の問題が多く出てますが、早く終わらせてですね、まともな議論にすべきだろうと、私は個人的にはそう思っています。